ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、本日はですね、秋葉原に来ちゃった、ね、やってきております、うん、我々、ロイドご飯は本日も果敢に攻めていきたいなと思います。攻めていくよ。はい、それでは秋葉原の名店を訪ねていきましょう。はい、行ってきます。じゃん、はい、123、123って、はい、そういう店名か。行ってみよう。よし、123。こうやってジグザグこうやってるし、上の方がハイボール頼んだな。ハイボール頼んじゃったね。ハイボール飲もうよ。二人はいつもハイボール、僕はいつも生でございますから。暑い日はいいよね、生。はい、先に涼しげやな。乾杯し忘れた。自分がもう飲みたいがあまり。はい、ミステイク。たまに隙間から出てくる。出てこ、手の毛が焦げそうになる。それも焼いて食べたら。あ、いる？2番。はい。このタレがね、うん、右が醤油。うん、真ん中が特製だね。うん、すね、うん、すごい。ちょっと焼いてみる。うん、じゃあちょっと特製だれいってみようかな。ちょっとどんな味かな。いただきます。今まで食べたことない食感だね。ちょっと焼いてもいいな。もう少し。そんなにこれレアだから、焼いても大丈夫だと思って。うん。お皿焼きにも焼いてます。そうだね。特製だれつけたんだろう。さっきよりもよくよく焼いたわさび醤油で。うまそうやな。衣のない香ばしさと、あの肉の肉の甘みっていうのが。醤油つけて、つけていきます。うん、レア感すごいよ。あ、油が溶けてるんだね。そうだ、うん、な、柔らかい、柔らかい。それを焼くでしょ。ええ、自分のとこの場所でこう仕上げていくっていうのは面白いね。塩つけてみるね。岩塩、岩塩ね。うん、うん、相当さっぱりするね。でもこの衣のカリカリとお肉の味がすごくよく分かって美味しい。焼かないで。ちょっとわさび行き過ぎた。肉以外にも明太子とかさ、この
漬物があるからご飯だけでもバクバクいっちゃうね。そう、特大王。あとこのこれですよ、赤刺しでしょ、とろろでしょ、ご飯食べるためのものが揃ってる。肉が焼けるの真っ平にとろご飯、お客様に2番が出ます。うまそう、うまそうに食べる、とろろご飯食べたい、食べたい、ありがとう、明太子プレゼント、神が降臨しました。マジありがとう、これ最高だよ、うわやべ、肉焼ける、もう2人はもう食べ終わったんだよ。ゆっくり食べてんの。うん。待ってるよ、ずっと。もう食べてます。いっけ、いっけ、いっけ。完食。完食。いやー。まあ、言葉が出ない言葉が出ない、うん、もうお腹の本当に胃ぐらいまで、でももう大満足大満足、ね、超ボリュームあった、あのとろろがついてたりね、麦飯だったりで、すごくあの牛カツ以外も楽しめました、ステーキで食べるのとまた全然違う味わいになるよね、あれなんだ、そうね、ね、なんか刺身みたいなんだ、あ、そう、わかる、だからさっきも言ってんけど、マグロのトロみたいな感じじゃない、そうそう、本当にそういう感じ、なんかマグロの炙りトロみたいな、そうそうそう、そんな感じの食感、味わいね、いや、うまかったわ、美味しかったね、いろいろあのソースも3種類選べたので、そう、たまにさ、食べたくなる味じゃない、あ、そうかもしれないね、ステーキはまあ主食ですけど僕たちにとって、まあそんな感じで、はい、いや行ってきましたけど本当に美味しいお店でした、はい、123覚えやすい名前、ね、またいいですね、はい、本当に美味しかったです、はい、ということですね、ここまでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、それではまた。